アディンクラあるいはアディンクラクロスとはガーナのアカン人により用いられる文様付きの布のことである。本記事ではアディンクラシンボルとして知られる布の文様についても触れる。伝統的にはもっぱら男性の手で大きな布に売り貨植物性のスタンプを押すことにより作られてきた。スタンプの材質はトネリコやツゲ、イチジク、ナシなどといった硬い木である場合もある。 スタンプの文様は同じ種類のものを反復し、規則的なパターンとなるように印刷される。布地は通例白や暗めのオリーブ色である。なお、現在では女性がアディンクラを用いて服を制作する場合もある。アカン族は16世紀頃より織物を制作する技術を有していたと言われる。アディンクラの技術は19世紀まではアカン人の一派で、あるジャーマン族が独占しており、 その王家の者や宗教指導者が葬式など特定の儀式の際に着用していた。現在でもアディンクラクロスは同じくガーナの伝統織物であるケンテと比べると模服としての使用が好まれる傾向にある。ところがこの技術はやがてアカン人の別の一派であるアシャンティ族の手に渡ることとなり、アシャンティ族は自らの文化に即した文様の種類を増やした上、 衣服のみならず、陶器にも、衣装をあしらうようにする陶模様の用途を拡大した。現在、伝統的な技術は、熊市の北に位置する、ントンソ村で継承されている。現代では、機械印刷によるものも存在する。様々なアディンクラシンボルアディンクラに印刷される、文様にはアカンゴのことわざや、それに類するイ意が込められている。アカンゴは、 ラテン文字が導入されるまで文字を持たない言語であったため、このような服の模様に見られるシンボルや語り部の活動が人々の行動規範等を伝える手段となっていた。最もよく見られるアディンクラシンボルはジェ、ニャメガイニャメであり、ケープコースト大学の交渉にも組み込まれている。現代では交渉のほか、企業のロゴやキーホルダーなど、さらに多種多様な使用法が見られる。 ガーナに自生する、ツゲカツゲ族の植物は一応存在するが、同じく、ガーナに自生するアガネカ、タカギノビランガが、ウエストアフリカンボックスウッドの名で呼ばれた例もある。ガーナに、バラカのナシは自生していなかった。アフリカンペアウッドの名で呼ばれ、ガーナに自生する植物には、アカテツカのマニルカー・オボウバタというものがある。ABCDEFGHIJK 山田。 abpanu, plants of the world online, facilitated by the royal botanic gardens, q, publish e d on the internet http://www.plansofthorg.org/.retr.ievet7march2021watt. t, t J.M. ブライア・ブランウィック、マリア・ジー、ザ・プレゼントポジションオブアワーナレージオブサウス、アフリカンメディシナルアンドポイゾナスプランツ、サウスアフリカンジャーナルオブサイエンス25、232、https コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドット CO ドット JP スラッシュブックス、ID イコールニフバマジアンド、Q イコールアフリカンボックスウッドアンド、DQ イコールアフリカンボックスウッドアンド、 hl イコール j a サイコール x ベドイコールニアキオクイマイナス57はベルベニオン、クスクバフスク六部ニーシカグムシド a 00845237ハットアービンカイアールウッティープランツオブガーナウィズスペシャルレファレンスツーゼアユージズオックスフォードユニバーシティープレス p592ncdoba6718545xhttps コロンスラッシュスラッシュ books.google.co.jp スラ books ッシュブックス id イコールフトワーマジ &q イコールアフリカンペアウッド,ド &dq イコールアフリカンペアウッド,ド &hl イコール j a サイコール x ドベドイコールに悪事6 5 6 h 7 z 7バブ b 7 ウェクティアン6グラム96分にキャキャグ、ハット AB キローセンテンス。日本語、英語、ありがとうございます。